サッカーの佐藤優斗、日里や、陸上の設楽啓太、優太などスポーツ界では双子で活躍する選手もいます。プロ野球に関しては双子揃っての支配下選手は今までにいませんが、双子のプロ野球、選手は現役で3名います。今回はそんな双子のプロ野球選手について兄弟としての経歴やエピソードについて紹介していきましょう。実は双子のプロ野球選手、1人目、大城卓三。2011年の夏の甲子園で準優勝に輝いた東海大相模。現在も巨人で活躍する大城卓三とその双子の兄の健二もレギュラーとして活躍した。兄の健二は8番ファーストで全試合出場。決勝では2安打を放つなど一人気を吐いた。弟の卓三は4番キャッチャーで全試合出場。5試合で10打点と打線を引っ張った。余談であるが、背番号に関しては互いの名前とは逆であったため、少しややこしい部分もあった。高校卒業後は兄弟揃って東海大学へ進学。4年時には高校時代に達成できなかった全国制覇を兄弟揃って達成した。大学卒業後は兄弟別々のチームへ進み、兄の健二はトヨタ自動車へ。弟の卓三は NTT 西日本へ進んだ。兄の健二は昨季まで現役選手としてプレーし、都市対抗野球優勝も経験した。また、同期には西武の源太もいた。弟の卓三は DeNA の戸柱がプロ入り後に正捕手として定着。3年間 NTT 西日本でプレーした後、巨人へ指名され入団。また、すでに気づいた方もいるかもしれないが、二人は名前の通り、次男と三男である。実は二つ上に長男の正志がおり、野球選手でもあった。長男の正志は高校は東海大相模でエースとして活躍し、甲子園出場はならなかったが、同期には日本ハムの太田がいた。その後は東海大学、西武ガスへ進み、2017年には三兄弟揃って都市対抗野球にも出場した。実は双子のプロ野球選手、二人目、松田宣浩。ソフトバンクで活躍する松田宣浩は双子の兄と小学2年から揃って野球を始め、兄の則明は投手で弟の宣浩は野手であった。中京高校に兄弟揃って進学し、高校2年時には兄弟揃って甲子園に出場。1回戦でショートで先発した弟の宣浩のエラーが決勝点となり、初戦敗退。兄の則明は2戦目で先発予定であったため、登板せずに終わった。二人ともセンスは抜群であったが、兄の則明の方が当時は注目されていた。高校卒業後は兄弟で別のチームへ進み、則明はトヨタ自動車へ入社。高卒での入社は珍しく、期待されていたことがわかる。宣浩は東都の強豪、亜細亜大学へ進学。則明の同期には日本ハムの金子がおり、則明に関して、球が速く、同級生とは思えなかった、と語っていた。しかし、その後は怪我でプロ野球へは進めず、引退。宣浩は亜細亜大学へ進学後、1年春から4番を打つなど活躍し、希望枠でソフトバンクへ入団、日本代表にも何度も選出されている。兄弟の関係性について、双子であるが、宣浩は則明のことを、お兄ちゃん、と呼んでおり、兄と慕っていると語っている。兄の則明は自身がプロへ行けず、弟の宣浩がプロへ行ったことで少し兄弟での距離ができたとも語っていた。しかし、プロ入り後も変わらず接してくれる宣浩を見て、その距離はなくなり、現在は、自慢の弟、と語っている。ちなみに二男性の双子であるが、写真で見る限りではよく似ていると思われる。実は双子のプロ野球選手、三人目、筒香嘉智。今季途中からパイレーツで活躍した筒香選手、実は彼も双子で、姉がおります。ただ、先ほど紹介した兄弟と間違い、姉は野球をやっていなかったようです。ただ、
筒香選手が打てなかった際には姉の遥香さんから連絡が来ると語っていたので、弟思いな姉であるようだ。筒香は DeNA 時代には主将としてチームを引っ張る一方、お茶目な一面もあり、もしかしたら兄弟でいる時はこのような顔が見れるかもしれない。今回は双子のプロ野球選手について紹介していきました。双子、で野球、というと人気漫画の、タッチ、を思い出しますね。特に松田兄弟は兄がプロを断念して弟に託した形なので、タッチと近い部分があるかもしれませんね。以上、ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。